すがやな、強いじゃん、海洋性、こういうの量で強いね。強いわ。強いわ。あれ、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 小学校の時ないです。いやいや、小学校。誰ですか？ゴージャス小学生の健太です。ゴージャス小学生。それとカスが入っとったんですね。これだわ。健太さんのね。健太のカスが残ってたよね。これはあのあげないです。大事なんです。これはあげない。大事なんです。よかったらマジで使ってください。うわいいわ。よかったね。ありがとうございます。さすが。持ってるわ。さすが。はい、以上で大丈夫ですかね。もう使ってください。行きますか。大丈夫ですね。大丈夫。行きますか。行きます。はい、できます。プレゼント。ちょっとアメリカやね。アメリカです。確かに。南米はいらんで。ご近所付き合いも大事ということで、最初アパートに住むということで、うん、ご近所に挨拶を行かれる、はい、あ使いやすい、すごいすごい。その時の一発ギャグ、あいいですね、あげたいと思います。よろしくお願いします。ピンポーン、アミゴー、ソイケンジタムラ、ペナルデ、フットボールパラグアジョ、カルリトヒメネス。モンターガでオンゴー、これを全部ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まず、そのラテンアメリカの方が隣に住んでるという前提なんですね。な全体的に何て言ってことは日本語バージョンで、日本語バージョンでピンポン、友達、私は田村健二です。パラグアイ人フォワード、カルリート・ヒメネスの PK の蹴り方。いきなり、いきなりやっちゃうんです。キノコの山、そこは使えないです。これは今の嘘です。待ってよ、キノコの山は言わないでしょ。言うわけないやん。どういう状態よ、これ。どういうことなんですか。ゴールを決めてキノコの山です。やったんですか。ゴールパフォーマンスなんですね。ゴールパフォーマンスです。ぜひともお願いします。よろしくお願いします。いきなりちょっとな、周りの方に。そうですね、近所の人にいきなり、これはなんかなんか銃持ってるからな、向こう。確かに銃出されたらね。なるほど、ここでキノコの山で撃たれたら嫌や。実は別のもあります。まだある。すいません、別のもあるので、うん、お願いします。ピンポン、アミゴー、ソイケンジタムーラ、トロサでディエゴバレット。バリオでタクワリタ。こちらをぜひともあげたいと思います。あ、ちょっと今さっきよりは動きは簡単。はい、いきます。日本語で、はい、ピンポン、友達、私は田村健二です。パラグアイ人ゴールキーパー、ゴールキーパーやっぱり。ディエゴ・バレットの削り方。タケノコの里。嘘ですよね。嘘です。嘘です。嘘ですね。これは嘘ですね。本当です。全部本当です。タケノコだと知らないやろ、向こう。なんでこれを絶対やるの。これはない、これは何なん。これは特に意味はないです。面白くなるから、なるからと。面白くなるようだった。これはまあまあ、ちょっと面白かったら、やめてください。あったらぜひお使いください。最後に思ったんですけど、僕今めっちゃ汗かいてるんですけど、岸君団全然汗かいてないの、なんでなんですか。えぇ、かいてないんだ。なるほど、そういうことですよ。岸は安心かもしれない。すごい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
のみたらし。以上、マリナさんでした。ありがとうございました。最後に行きますか、行きますか。ちょっとタムケンさんにこれはもう、そのアメリカで頑張ってほしいんで、ちょっとタムケンさんがこうアメリカで成功するかどうかを今日ちょっと僕が占います。もう僕が全部決めます。だからもうこれで赤が出れば、アメリカ成功します。アメリカ出れば、で白が出ちゃうとちょっと失敗しちゃうかもしれないです。はい、占いだもんね。はい、占いです。占いですよ。はい、じゃあちょっとまず白から飲みます。人間ポンプする。人間ポンプでお腹の中でぐるぐるして出た方でちょっと占う。ちょっといきます。そう、はい、飲み込ました。どこ行った？完全に飲み込んだ。で、赤、成功の方ね。成功の方ね。こういうの面白いよね、アメリカの人みたいな。うぅっ、うぅっ、あ、どこ、あ、ない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 、赤い。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと成功するちょっと成功ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、プレゼントのコーナーでした。はい、はい、で、ここからは、はい、うちのキャプテンパナの方からプレゼントを送る言葉を、送る言葉、はい、キャプテン羽根、はい、キャプテン羽根は、ね、代表して、スマイラーズを代表して、はい、キャプテン羽根はパナさんね、これだか、はい、はい、教科部長が パナさん、そっちに行く。一旦、パナさんに行かなくて。パナが一番サプライズになっちゃう。ここでめっちゃしゃべってる。本当に。いやでも長いな。長いな。あ、申し訳ございません。それではパナさん、はい、よろしくお願いします。はい。はい。トムケンさん、スマイラーズの監督になってくださって。僕らこのメンバーを選んでくださって、7戦いや6戦か一緒に戦ってくださってありがとうございました。まあ最終戦1勝1点でもって思ってやったんですけど、まあ今日の結果の通り何にもできず、申し訳なかったっていう気持ちが大きいんですけれども、前へ前へっていうところは再現できたのかなっていう思ってますんで、今日出た課題と関係さんが行かれても最終戦、前へ前へ行って、B&B に勝てるように頑張ります。はい、そして、根本芸人として僕たち売れて、関係さんがアメリカでヤフーニュースとか調べた時に誰かの名前が出てるように一生懸命頑張りたいと思います。ボケはなしでいきます。いいよ、きっかけをくださってありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。あら、あー、いいよー。おかしいでも、これだけのな、
そして背番号見せてください。うわ、焼き肉や。ありがとうありがとう。いや素晴らしい。ちょっとゆっくり、はい、みんなの読ませてもらいます。わ、しっかりみんな書いてくれてるね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。しっかり受け止めました。ありがとうございます。本当感謝が強くて、ちょっと予定にはなかったんですけど、お願いしたいことがありまして、本当、僕は怪我して、本当であればオーディション、ダメなところを、ともけんさんのヘルで入れていただいて、でも、チーム全然1点も取れてなかったんで、どうにかして、最後の試合で、僕が1点取って、そのともけんさんにありがとうって言葉を伝えたかったんです。で、植木にも言ってたんですけど、俺絶対最初な最後のためには点取れるよなって言ったら植木も絶対取れると、はい、石橋さん取る気がしてます僕って言ってくれてて、で前回の練習でもちょっといいプレーできて、今日絶対点取れるっていう思いで今日来たんですよ。でまあスタメンではなかったですけど、僕正直体力ないから残り5分ぐらい出て全力でぶつけて点を取るぞって気持ちでいたんです、うんうん、でスタメン発表の後タムケンさんが僕のとこ来てくれたんです。で石橋お前後半ちょっとあるから1点頼むなって言ってくれるかと思ったら、お前ベンチ外って言われたよ。俺だよベンチ外、あの怪我でもないベンチ外俺だよ、あの引き枠俺だよ。怪我だろ、あと腕複雑骨折だろ、俺健康だよ。3日前にジム行ってきて筋肉痛完全に回復して完璧だったんだよ。すみません、そこ聞いてなかったんで。そうやろ、はい、イージーと折りすぎや。乗りすぎや、そのなんか不良とつるんでたからみたいな。お前イージー軍隊やろ。まあまあ形的にはそうやな、はい、コンビみたいになってるもんな、はい、二人三脚二人でな、はい、でそこでこうメンバー見て誰か一人な、俺もあの感じやったらなもう決めんでもよかったんちゃうかなって思ったよ、はい、俺はな、はい、で俺ネタした一つあんねんで、こんなんもうなんかなすりつけようの嫌やけど、はい、俺はもうそっとそっとお前に言おうって思ってた。はい、言ってくださいましたね。ほんでもうあんな感じで別に誰がどうかって分かってなかった。はい、分かってなかったです、はい、教科部長だけ、うん、ベンチ外だ、それ早くみんな前で。え、ベンチ外やっぱあんたかずっとだな、あんたずっとだな言ったよね、俺言ったよね、ベンチ外こんな正直言わなくても、そう言わなくてもいい。俺は今日選ばれてれなかったからで心落ち着いたけど、そうやろ、だって途中パパナはなハーフタイムベンチもあるぞって言われて俺だけねえよと思ったよ。みんな知らんから、みんな知らないから俺だけ。でもここで言っても変な空気になるから、心の中で俺は出ないけどなんか思ってたんだ。でも今日のことはみんなの前で言って言えてなったよね、ちょっとね忘れてんのかなと思ってちょっといや忘れてないねん、分かってんねん、それは配慮ですよね。そうそうそう、みんなの前でな、そうほんで結局ほらもうなんか一緒くたやったやんか、はい、で出ない方もいらっしゃいましたから、そうだからもう、いや俺も言わんか、俺逆にも言わんかったよかったと思ったよ正直、はい、それであの場でなんかほら忘れたと思ったやろな、だからそうや、ちょっとなんか俺に言えみたいな、みんなの前で言えみたいな感じしてるから、でタムケンさんも誰にも聞こえないようにボソって言ってくれて、え、俺この気持ちどうしたらいいんだよずっと一人で言わないでも聞こえたんですね、後輩に。そうだよ、気ぃ使わせるからやっぱな、なんかな、うん、だただただよ、みんなやっぱり20人っていうルールがあるわけやから、はい、これはもう競争、はい、うん、今日はもう俺の理由はもうお前はお前らつるんでたから決別した方がいい、つるんでたから、課題は明確、うん、
そうそう、だからもうちょっと悪いけどお前らちょっと一緒に一緒にたんっていうニコイチでっていう、そう思った。もうそれだけ、ただの、まあ、でも理由聞いたら、まあ、一番先輩やしな、はい、そうそうそう、理由聞いたら納得です、まあ、ちゃんと理由だったよ、はい、すいません、理由知らずよ、ちょっと理由聞いたら納得でした。一番悪いここやからな。今後もよろしくお願いします。最後丸子、あいつが一番悪いかもしれない。よかったです。はい、すいません、以上、言いたいことを言えたということで、はい、言えてよかったです。はい、はい、で、最後、ハリケンさんの方から、はい、総括。俺から、はいはい、お言葉を。いやいや、本当にこんな会を、あ、ここ前へ行くの、あ、まだな、あ、これだ、これ、これ、これごめん、これ、いやいや、もう、持って帰る気なかった。ちょっとでもついたら嫌や。アメリカに持ってってくださいよ。ちょっともう怒りすぎて普通に大事にしろよ。先輩ですよ。大先輩ですよ。ごめんごめんごめん。まあ、まだ蹴る思いがあったから。いや皆さん、本当にこんなね会開いていただいてありがとうございます。でもうみんなとこうね、何回もこういうのなんていうかな、ミニコントというか、やってて本当にね楽しかったんですよ。それぞれ個性持ってるし、で、みんなが自分の役割を分かっててたしね。だからまあちょっと今日矢吹のあのモノボケ見てちょっと矢吹だけは心配ですけども、皆さんはちゃんとベースにお笑いを持ってて、まあ矢吹もまあ最後のね猫のやつもあって、なんかちゃんとみんな持ってるのでなんかこう安心したというか、うん、あとはもうきっかけですから、きっかけ、このもうお笑いの世界なんてもう運がほとんどやから、みんなおもろいねんから、この世界に来るっていうだけでもうすごい選ばれしものっていうことを、まあ、自信持って、あとはもうきっかけですから、そのきっかけがこのスマイラーズになればいいなと僕は思ってるし、みんなも思ってると思うし、うん、だから僕も監督引き受けたし、だからこの中から本当に一人でも二人でももう全員でもいいんで、あのお笑いの世界でしっかりと飯食っていける、芸人になっていってほしいなと。でプラスアルファそこにサッカーっていうのは絶対忘れずに、それもしっかりと磨きでいってほしいなとは思ってます。で坪井くんっていうね、本当にもう誰もが知ってるこのサッカー選手レジェンドがですね、このスマイラーズが好きやっていうのでこうやってコーチになってくれてるっていうところにも皆さん感謝して、でスタッフの皆さんもなんとかみんなをこのスマイラーズをなんとかしたいっていう思いがすごい強いんで、その皆さんにも感謝を忘れずに頑張っていってほしいなと思います。で僕は一旦離れますけども、引き続き何かしらこのスマイラーズに携われたらいいなとは思ってますんで、まあ、今後とも、よろしくっていうことやねんけども、まずその監督、まあ、坪井くんはコーチで、サッカーの面にはもうね須田と坪井くんでもうこれは安心、どん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 これはみんな絶対サッカー上手くなっていくと思う。ただやっぱり俺らはお笑いっていう部分があるので、このみんなのお笑いをしっかりと、拾ってうまいことをしてくれる、まあ、監督を、まあ、僕の中ではいてるんやけど、ちょっといろ今のところちょっと難航してます。はい、なので皆さん、まあ、お笑いの部分しっかりとそこでまた磨いて、やっていってほしいなと。サッカー、笑い、極めていってほしいと思います。いいですね。大丈夫ですね。はい。はい。はい、以上でタムケンさん大送別会でした。ありがとう。行ってくるよ。ありがとう。大変ねん。
んべろ抱いてるんですよ。アメリカに近づけ寂しくなったら。はい、じゃあちょっとアメリカ行ってきます。マジで最後です。ね、本当にね、芸人さんってね、何かきっかけなのよ。みんなやっぱ力持ってんね。でもそのなんか きっかけがない、運がないっていうだけで芽が出ないってことも他ほとんどやから。だからそのきっかけっていうところにこのスマイラーズが絶対になれるから。皆さんスマイラーズに入ってくれてありがとう。サッカー好きだからね。サッカー好き。どっからお世話になった店長。何かしらの店長。